ナムグエンは、カナダ出身の男性フィギュアスケート選手。2014年世界ジュニア選手権優勝。2018年キサスクラシック及び、2015年2019年、カナダ選手権優勝。グエンはベトナムで最も多い名字である。英語の発音であるニュエン、ニュエンと表記されることも多い。1998年にカナダに移住したベトナム人の両親の オタワで生まれる。2007年から2009年にかけて、カナダ国内のジュブナイル、プレノービス、ノービスタイトル、2011年には、ジュニアタイトルを史上最年少で獲得する。2009年の4大陸選手権や、バンクーバーオリンピックのエキシビションに、地元カナダのスケーターとして出場した経験を持っている。2011から2012シーズン。 ジュニアグランプリシリーズに参戦し、ブラショフサカズキでは3位に入った。カナダ選手権ではシニアクラスに初参戦し7位に入る。世界ジュニア選手権の予選では国際大会で初めてトリプルアクセルを成功させ1位通過。SP では18位と出遅れたものの、FS では巻き返し総合では13位にまで順位を上げた。2013から2014シーズン。 4大陸選手権でシニアの国際大会デビューを四十位に入った。世界ジュニア選手権では SP、FS どもにノーミスの演技で優勝を果たした。2014から2015シーズン、シニアのグランプリシリーズに参戦。初戦のスケートアメリカでは銅メダルを獲得した。カナダ選手権では初優勝を飾った。世界選手権では5位入賞を果たす。 2015から2016シーズン、スケートアメリカでは5位、ロステレコムハイでは7位だった。カナダ選手権では4位に終わった。リアム・フィルスに代わり、急遽出場が決まった、世界選手権は SP でジャンプのミスが相次ぎ FS に進めず27位に終わった。急激に身長が伸びたことで安定感を欠いたと言われている。シーズン終了後、デビッド・グリーンにコーチを変更。 練習拠点をアメリカの三の背に移した。ありがとうございます。